おはようございます。ジャスト株式会社代表関正行です。罪悪感の話ね。罪悪感はの問題だろうか。はい、と思っています。ある程度はいいかもしれないよね。はい。わかる？なぜか。という、何かのストッパーになるじゃんね。ああ、はい。だけど過度に行き過ぎるとどう？私は罪深い、私はもうダメな人間はい。という話になると、もう最悪、自殺、自分もうそういうことになをやるめてしまっし、たり。もうあれだよね、こう機能不全になるよね。はい。私何やってもダメだ。はい。はっきり言ってこう生まれてきた来るそのものの自分の価値認めないってことはもはい。うね、存在意義すらも失っちゃうんだよね。はい。そういうことなんだよね。だけど、でもこうフロイトやその系列の人たちが言うには、もう生まれながらにして生まれる、もう罪悪感始まっはい。ちゃうよみたいな話なんだよ。はい。で、どうもその構図、どうもその人間の持つ二重性、はい。表裏みたいなことにあるんじゃないかなっていうはい。話なんだよね。はい。で、表裏が、おそらくね、表裏が強ければ強いほどね、罪悪感強くなるね。わかる？で、日本人は特にね、この表裏がものすごいあるはい。民族だよね。はい。もうその文化と言ってもいいよね。はい。で、表の裏側を見られちゃうと、もう消滅しちゃうはい。わかる。わかります。昨はい。日なんかトランあの大統領選、アメリカの大統領選のこので、トランプ氏がこのなんか女性に暴言吐いたみたいなはい。ことで録音されてたんだよね。はい。普通日本人だったらね、あれ録音されて世間に知らされたら、もうやめます、もうごめはい。んなさいって。はい。はい。普通の政治家だったらね、はい。もう恥ずかしくていられなくて、もうはい。ね、どっか逃げちゃうだはい。ろうね。で、はい。もう全然アメリカの人たちオープンだよ、これ。何が悪いんだって話して。はい。すげえなと思う。面白い。そもそもね、日本人の場合ね、私っていうことってどういう、私。多分ね、私とね、愛とは違うんだよね、英語の。私でしょ。渡すっていう意味が多分あるよ。はい。ということは、渡して何かっていうと、裏と表を取り持ってる存在ですよって、私とは。はあ。はい。はい。なので、こっちでまあ笑顔で笑って、こっちでもうとんでもないこと考えたりする。これどうだ、この罪悪感すら。これ多分裏表が強ければ強いほど大大きい、きいね。はい。僕も前ね、やっぱすごい裏表の強い人を見て傷ついたことあるね。強烈だったね。僕はある原稿を書いたんだよね。で、はい。もう若い頃、もう二十数年前で書いて出版社に持ってったんだよ。で、女性がね、わあ、すごい、これ素晴らしいですね、すごいですね、とか言うんだよね。はい。はい。で、ほんならまた読んで検討しますので、また後にじっくり読ませていただきますかって言うんだよね。はい。でね、それで次の日にこれ送られてきて、この原稿が。はい。はい。びっくりだよね。こう全然このなんか素晴らしいとか思っちゃいないんだ、本当。はい。よくああいうことできるなと思って。はい。で、ほんならさ、ね、2、3日置いてからさ、ちょっとお詫びの手紙を送る。そうしたら傷つかないよ。いや、女怖えと思った。すげえ、むちゃくちゃ演技。だからみんな女の子が、素敵とか、すごいですねとか言うのは、あれはもう95%。ほとんどあしらわれてるってだけの話で。びっくりするよね。だから、でもね、こう裏表をこう使い分ける、そこまでね、使って生きるの耐えられないね、僕だって。やっぱね、男性の編集者に持っていくと、やっぱ言ってくれるのは、ちょっとここまずいからこうした方がいいんじゃないとか言ってくれて、だからダメですよって。これなら全然傷つかないんだよね。
すごいね女性はね、まあ、女性の話になっちゃう。だからね、はい、言うことですよ。このでもそこの あれだよね、生きるってその罪悪感に耐えることなのかもしれない、ね、うん、大人になるってその罪悪感に耐えられる。あ、実はね僕あんまり多分ね裏表ってないタイプの方だよ、はい、 でね、多分そんな裏表やって多分生きていけないんじゃないかなと。だからこんなことさ喋ってないという話なんですけど、うん、はい、まとまってないですが終わります。どうもありがとうございました、はい。